無双剣武術会の赤崎です。本日は無双剣世田谷支部支部長の深井先生がお越しいただきました。深井先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどまで山本先生、深井先生と一緒に公園の方で稽古しておりまして、再びまた無才公民館の方で稽古しております。この後、手に何も持っていないということで、どういう現象が起きるかということの検証してみたいと思います。山本です。無双剣は心で、剣を持つ、そして肉体にも剣を持ちますけど、心に剣を持って、その持った剣が自動制御反応で肉体的な剣に現れたのが無双剣なんですよね、はい、じゃあどんな風になるか、ちょっと早速実地でお願いしたいと思います。でお願いします。どうもお疲れ様でした。無双剣で心で剣を持つ、そして無双剣が出るかどうかの稽古なんですけど、いかがでしょう。だいぶ出てたと思いますけど、はい、そうですね。やはり手に持たないでやるというこの特殊な稽古を今数本行ったわけですが、はい、なぜ無刀流と
という名称になって、その山形舟先生ですね、無刀流になって、あのきつい立ち切り稽古というものをした意味が僕はこの稽古で如実に分かりました。なるほど、はい、すごく有効な、はい、まあ、立ち切りというんだから、はい、あれですよね、はい、真剣実地の思いになるようにそうです ね, ねなさったと思うんですけど、まあ、すごく苦しい、はい、すごく苦しい稽古なんですけど、はい、ただその苦しいのではなくて、やはりその無刀というものに至るための必須の稽古だったのではないかというふうに、はい、思いました。我々もこうちょっと、毎回こういうのをやってるんですけど、まあ、今日もまた、まあ、約束なしにやったわけなんですけど、まあ、藤沢支部でもやられてるわけですよね。はい、やっております。どうですか、そのこの持たないでやってみるとかっていう稽古法は。はい、必ず手に持ってしまうと、どうしてもその物質、例えば1メートルのものであれば1メートル以上に思えなくなってしまうということがやはり人間ってあると思うんですけれども、例えば1メートルの棒であれば、まあ、間合いが1メーター以上になかなか伸びにくいというのが、そうですね、まあ、自在を得ないんですよね、はい、この無刀にすることに、はい、よってでですね、その1メーターが、まあ、極端なことで言えば3メーターにも4メーターにも、まあ、なる場合があるというふうに私は、まあ、今までの経験からそういうふうになって考えてます。薙刀とかでやってかなり伸縮が実在にな、はい、結構なりますよね、確かにね、はい、あれ、まあ、面白いですよね、はい、限定性、まあ、どのぐらいの長さでしたっけ、稽古に使ってる2メーター20ぐらいですよ、20か30ぐらい、はい、あるとかと、まあ、同じものでやってもですね、長さが自由に結構なってくるんですよね、まあ、通常届かないんじゃないのかっていうのが届いちゃったり、いろんな現象起こりますよね、まあ、それはもう薙刀なんかでやると確かに分かりやすいかなと思うんですけど、いかがですか、そういうなんか伸び縮みってのはやっぱり圧縮値とかっていうのも、それは足のことですかね。まあ間合いはちょっと間合いも獲物に対する間合いも変わってくるんですよね、はい、やってみると八寸の延べ金でありますとかですよね、あれはもう無刀そのものであって、その刀そのものが実はその長い獲物長巻きでありますとかですね、薙刀であるような、本当にその持たないことによってその自在性があるということの証明ではないかと思いますね。とても僕の中では納得するところがあります。よし、じゃあこの辺でよろしいですか。じゃあまたお会いいたします。